先日会った修羅は、休日に義実家に集まった時、止めに頼まれて駅まで義弟を送っていった。兄、私旦那不在で気が大きくなったのか、専業主婦は社会のダニとか、兄貴のおこぼれで生きてて恥ずかしくないのとか、病気持ちで専業か、俺はごめんだねとか、義弟が私に向かってものすごい暴言吐いてきた。同情している止めは無言だけど、赤べこみたいにうんうんうなずいてるだけ。実は今内職、ボールペンやシャーペンの組み立てしてて、スーパーのパート程度の収入はあり、ボーナスもあったりして無職じゃない。確かに職業としては地味だし、言わなきゃな職に見えるかもだし、収入も少ないけど、病気療養しながらにはちょうどいい。そんなことより、大学を中退しプー状態の義弟に言われる筋合いはない。グループ魂の就職しやがれと ED を大音量エンドレスでかけてやった。義弟は最初は偉そうにふんぞり返って暴言吐いてたんだけど、歌詞が頭に染み込んできたあたりで急激にトーンダウン、無言に。止めはあわあわしながら、ちょっと音楽止めなさい、違うから、言ってないし、義弟に向かって私は言ってないからね、お母さん内緒にしてたんだから、バイトもしてないから病気治すお金なくて実家に借りに来たんだよね、よしよし。お母さんはお酒が入ってくると聞いてないことまで喋りたくなっちゃうんだよね。はあ、こんなこと聞かされて私もどうしたらいいか困っちゃったんだけどね、しみじみ。ああ義弟くんたら、この程度でふにやふにや泣いちゃうんだ。私女だからよくわからないし、旦那に相談に乗るように言ってあげようか。義弟のやつ、駅に着いたらショルダーバッグ掴んで泣きながら無言で飛び出していったよ。トランクの荷物、着替えとかどうすんだよバカと思ったけど、もういいやと放置決定。さっさと車出した。止めは怒り狂って運転中の私に食ってかかってきたけど、今日の義弟とあんたの態度は旦那に全部話すからの一言で大げさに泣き出した。帰り道は渋滞してたんだけど、すすり泣きが止んだと思ったら止め寝てやがった。家に帰って酔って寝こけてる旦那とうとうを叩き起こして顛末を聞かせたら、二人とも大激怒。未だ車内で寝腐っている止めをうとが引きずり出しビンタ。それはさすがにやりすぎと引いてしまった。旦那は義弟の携帯にかけたけど電源切られてて出ないので大量にメール送ってた。電源入れたらしばらく受信しっぱなしになるだろう、受け消し送りももう止めるって。トランクに義弟が忘れてった荷物あるよと言うと、ウトと二人でガサ入れ開始。中に iPod があったから就職しやがれと ED の2曲を DL して送り返してやろうなんて旦那と悪だくみしてたら、荷物の中から止めの貴金属とウトの古書が出てきた。さすがの止めももう縁切るってさ。あんまり追い詰めるとやばいからってんで、最近仕事帰りの旦那も交えて家族会議してる。なんだかえらいことになってしまった。